こんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢です。今日はアコースティックギターの、アルペジオをですね、ちょっと教えてほしいというリクエストをいただいたので、ちょっとそれのですね、基礎的な部分をやってみたいなと思います。まず右手のアルペジオなんですけども、こう、ストロークではなく順番にこうボロンボロンボロンと弾いていく奏法ですね。使う指が親指、差し指、中指、薬指の4本、そして小指はあまり使わないので、とりあえず今日は除外して、で、アルペジオのフレーズによっては、この2本だったり、3本だったり、4本だったりします。うん。けど、ちょっとこの動画ではですね、4本でちょっと練習をしてみましょう。で、アルペジオで基本的に、気をつけたいのがですね、基本的に親指でベース音といってですね、一番低い音を弾いて、こっちの3本で、コードやメロディーを弾くというのが基本的な動きになります。まあ、あくまで基本なんで、全然例外はたくさんあるんですけどね。なんで、まず、親指でベース音を弾いてコードを弾く、ベース音を弾いてコードを弾くという練習をちょっとしてみたいと思います。では、早速、左手で、オープンの C コードを押さえてみましょう。で、この時に、ベース音ってどこだろうっていう話になると思うんですけども、一番低い音がベース音なんで、まあ、簡単に言えば、6弦は使わないコードなんで、5弦の3フレットがベース音になります。なんで、親指で5弦を弾くと。ちょっと昔のコードブックなんかになるとですね、あの6弦の3フレットを薬指で押さえたりとかする、こんな感じのコードでダイアグラムを書いてある本もあるんですけども、これちょっとコードネームが変わってしまうんで別にダメじゃないんですけども、今日は6弦が×のフォームを使って、6弦は鳴らさない、そして5弦から下をバルレイと、このフォームを使ってください。ちょっと話を戻して、5弦の3フレットがベース音になるんで、親指がベース音であるこの5弦を弾きます。ほんとね。で、そこから、別にこれは3弦、2弦、1弦でもいいんですけども、ちょっと今日は4、3、2と言ってみましょうか。人差し指が4弦、中指が3弦、薬指が2弦と。まあ、順番に5、4、3、2、5、4、3、2と弾いていくだけですね。で、これを、慣れてきたら、ちょっと左手のコードを変えます。G コードにしてみましょうか。オープンの G コード。で、G コードの場合は、ベース音は6弦の3フレットになります。このコードはね、弾いてはいけない弦とかないんでね、全部弾いてしまって、で、一番低い音は、6弦の音と。感じですね。で、親指で6弦を弾いて、で、この3本は、順番に親指で6を弾いたら5、4、3と言ってしまいがちですけども、ちょっとここではですね、6を弾いてもさっきみたいに4、3、2とこっちのコードの指は固定をしましょう。6、4、3、2、6、4、3、2。という感じです。で、これはまたですね、ちょっと言い方を変えれば、なんていうのかな、ベース音によって、コードによってベース音が変わるので、親指の位置が6弦に行ったり5弦に行ったり、または4弦に行ったりするんですけども、基本的にこの3本は、4、3、2、4、3、2と固定をするという感じです。うん。では次は F コードに行ってみましょうか。F コードのベース音はどこだかわかりますか？これは、6弦の1フレットですね。なんで、親指が6弦を弾いて、6、4、3、2、6、4、3、2と。そういう感じで弾いていきます。うん、このベース音っていうのがすごく重要なんで、ちょっとですね、ベース音どこだかわかんないとか、ね、例えば C コードを6弦鳴らしちゃいけなかったんだし、初めて知ったなんていう人は、もう一回ですね、ダイアグラム、コードのダイアグラムを見て、確認を、フォームをしっかり確認をしてください。うん、では次のコード、D とか行ってみましょうか。D。これもダイアグラムで見ると、5弦と6弦にはバッテンがついているはずです。5弦と6弦は鳴らしてしまうと、全然違うコードになってしまうので、4弦から順番に弾くコードですね。なんで、親指は4弦に行きます。で、親指が4弦を使ってしまうときに限って、こっちの3本を、3弦、2弦、1弦という感じにしましょう。4、3、2、1、4、3、2、1。
で、それ以外は、基本的に4-3-2弦という感じです。うん、今みたいな感じで、その親指が、どん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 上下というか、弦が変わっていきますね。E の時は6弦。5弦。で、B の時も5弦。で、D の時が4弦。という感じです。その、右手のベース音っていうのが分かったら、うん、ちょっと次の動画に進んでみてほしいですね。とりあえず、今日学んだこととしては、ベース、親指がベース音を弾いて、こっちの3本指はコードやメロディーを弾くということを覚えてください。うん、で、ベース音の位置もしっかり把握をすると、これがですね、ちょっとなまっちゃったね。これがですね、おろそかだと、この先ですね、少しつまずいてきてしまうので、ベース音の位置だけはしっかりと把握をしましょう。うん、必要ならば、手元にある、手元というかね、皆さんお持ちのコードブックなり、ネットでググって、コードでググってね、なんかいろいろ出てくるダイアグラムを参考にして、ベース音の位置をまずしっかり確認をしてください。うん、とりあえず今日はそんなところですかね。